はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。あれです。そうだ、しまった。オプションで、あれです。鉄拳タッグ2の、何回目ぐらいなんですかね。もう数も数えてないんだけど。踏んでいくか。はい、やります。で、今回はね、普通の鉄拳さんの方の音楽でやろうと思います。まあ、音楽ってね、大事なんだなっていうのは、よくね、分かったんですけど。これでいいかな。はい、今回ね、また浮気しようと思います。俺がね、やらないっていうかね、更新しないのは、こう LAN ケーブル繋ぐのがめんどくさいっていうのもあるんだけど、キャラクターね、結構浮気するんですよ。あ、これじゃない。ね、いろんなキャラクターいるでしょ？浮気するんですよ。浮気大好きなんで、本当に。で、今回使うのは、これ GG。GG です。ワンジンレイ。と、まあ、相変わらずのね、ビーチャオランで、いきますが、どうしようです。どうしようですかね、だって。まあ、服なんか長ピンだけどね。ね、もう終盤だっつってんのにね、ここに来てまだキャラを変えるかっていうね、アホですね。もう、まあ、何ですかね。なんか、少し使えるかなって思ってくると、ああ、じゃあもういいか、別のキャラ使おうかなっていうのになっちゃう。ですよね。なんか、よくないですよね。別に極めてもいないのに、他のキャラにね、やるっていう、どうなんですかね。今日は早いですね、人を来るのが。ちなみにこのワンジンで、まあ簡単に言うと、リーチがすごく短くて、まあただ単発、まあ、コンボでも結構火力はでかいんで、せめてい Get ready for the か next んとまずいよ bag. ね。せめていかんとまずいんだけど、なんで左の人って赤いんだろう。あ、なんでもないです。なんか名前が赤いのは気のせいなのかな。俺の目がおかしいのか。まあいいや。はい。Don't let me down. Okay, so round one. おお、P2。P2 って何ですか？はい。おお、ラッキー。そう、とにかくね、リーチが短いんで、まあ、昨今言われている、スカ格なんていうね、ものには非常にきついわけですよ。危ない。まあ、それでも、なんかないですかね。格ゲーか。はい。まあ、リーチが短いんだけど、まあ、結構踏み込んでいく技はあるんで、多分ね。はい。ね、こうやって。どんどん踏み込んでいって、よいしょ。行くしかないですよね。あとは、例えば、まあ、こういう技とかね。はい、はい。で、下段が結構多いですね。はい、はい。じゃあこの辺で下段が出なかったか。はいはい。今良かったんだけどな。はいはい。ほい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 。で、交代しない。おお、危ない。もう一回。よし、痛かろう。ほいほい、下段からもう一回。ほいほい、1、2。ああ、まだ、熱波熱波。おい。結局、リーチャオランじゃねえかって。はい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 。くそ、あれだな、対人は、やったことないんで、ね、ワンジンレイで。なんか難しいですね。何振りゃいいのかがわからない。一応勉強はしたんだけどな。何がいいのかがわからない。おい、変わっちゃったよ。右左がめんどくせえな。で、ちなみにワンはね、ポールね、うーわーの人と同じように、ポンケンっていう、すごいのが使えるんで、そのステップからいろいろ技が出せるんで、それをちょっと今度使っていけるよう、まあ、努力すればいいんじゃないの？あるじゃん。来い。お、無駄だ、無駄だって言わない。ということで、ポンケン。
ポンケンが出ない。じゃあもうポンケンは、えい、ポンケンここから、ほい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 、おかえ、ほい、あいてん、まだいける、1、あーまずいまずいまずい、あっぶね、1、2、3、4、5、カモン、あいてん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、おお、結局リーゲー参戦、熟練度が違いすぎる、1、1、2、3、何をすればいいんだか分かんない、参戦、1、2、3、飛び蹴りからスライディング、ほい、よいしょ、まあ、こんな感じなんだろうね。おい、よいしょ。1、2、3、で、よいしょ。もう1、あ、よいしょ、あぶね。うっかりし、マジでしてよ。この技は、打ったら死ぬ、当たらないと死ぬ病気なんで。あ、ほい、はーい。よいしょ、ほい。うん、まあ、こんな感じですね。うまくいけば。下段いきますよ、下段。下段、あれちょっと待って、下段が減らないか。これが打ちたかったのに、もう終わりだからね。はい。はい、やい、1、これで91ダメージ入るはず、1、2、1、2、3、5、2、何だって、ほい、1、うわ、うん、殴られてる時はね黙るしかないからね、1、1、2、3、4、5、6、あ、まずい、あいで、よいしょ、もう一回、あ、なるほど、そういう技か、そういう技っていうかそういうスタイル、えー、じゃあもう一回、うわ、よいしょ、はい、いや、それにしたってみんな変えないよね、ここで変えてくる、やっぱ変えるのってよくない、よくないのかな、よくわからないけど、はい、こう、そうよくできました、よいしょ、えい、はい、中段からこう、あ、入らない、あ、交代しよう、わあ、飛び蹴り、え、わからない、わからないときは飛ぶ、俺が飛ぶ、相手も飛べ、で、よいしょ、下段がどうしてもガードができない、ラッキーボックス、 Get ready for the next battle。 なんで、あー、また治ってるか、なんでリーの時にさ、ぶん殴った後にカモンしてんの、舐めてんのっていう、ね、そう見える方もいるのかもしれないんですけど、俺の場合カモンのコマンドがね、後ろキーパンチ同時押しなんだけど、そう、同時押しがね難しい、苦手なんですよ、なんで最初にもう仕込んどいて、その同時押しを、例えばこうやってカモーンってやった後に、まあ、これを押すだけで何を言ってるか分かんないよね、俺だって何を言ってるか分かんないもん、おい、よいしょ、はいはい、1、2、3、4、ああ、それそっちの方が早いのか、今しゃがんだって、はい、片方だけねボタンを離して、でその後もう一回押せばね、同時押しになるっていうシステムがねこのゲームあるんで、別にこのゲームに限ったことじゃないのかな、よいしょ、よし、1、2、3、これでポンケンが入らない、おい、おい、はい、はい、よいしょ、1、2、1、1、2、1、2、1、2、3、バカめ、はい、はい、よいしょ、まあ、やたら、まあ、まぐれっぽかったけどね、はい、よいしょ、あ、どうしようかな、立ち上がりなんだよね、結局、俺、そういう時にね、
特に考えてないんですよ。考えてないっていうか、アイデアがない。考えてない。で、まあ変わろうか。1、OK、ほい、よいしょ。そういう時はこれが強い。よいしょ、 OK。まあ一人の時はね、かなり不安だよね。おお、回線が切れる。わざとかな、わざと負けてくれたのかな。接待はやめてくださいね、接待とかやる気のないのは。そういえば今まで使ってなかった、あれ、これ同じ人かな、同じ人かな、使ってなかったね、技がまだあって、リーって俺がいつも使ってる飛び蹴りからね、キックしたりフックの技が、じいちゃんにもあるんですよ。なのでそれがまだまあ割と強いはずなんで、それを使いたいな。これこれこれ、浮かされないだけラッキーです。多分今の回転蹴り、キックが反撃されないと思うので痛い。はい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 、横移動、おい、横移動に強いのは何かな。あ、横移動に強いのがこの飛び蹴りか。ただね、あくまでもそれはワン・ジンレイの技であって、D の技はね、ないんですよね、多分フォーミングが。まあ関係なく使っていきますけど。あ、それで死んじゃった。叩きつけられて死んじゃうのか。あ、危ない。どんな技だったんだろうか。ボブとかさ、俺使っ、一回も使ったことないからさ、全然わかんないんだよね。PSP 版のさ、鉄拳6で一瞬使ったぐらいだよね。なんかさ、あまりにも、まあ、もともとね、俺リーが好きだから、ね、リーしか使ってなかったんだけど、ちょっとね、今更ね、年取ってからね、覚えるのがね、技がね、あまりにも辛くて、きついんですよ。で、カモン。で、謎のカモン。でも、これを打つための、奇跡と思っていただければよかったんですけど、もう、来ると思って、ね、分かっててもね、ガードができない。だってさ、しゃがむとさ、中段技でさ、浮かされるんですよ。それ考えたら、ちょっと小競り合いで、殴られた、ね、殴ったり蹴られたりしてもいいんじゃないって思うんだけど、そんなこと考えている HP でもないのかな。Get ready for the next battle. 今日は来ますよ、人がいっぱい来ますよ。何ですか今日、何ですか。普通の平日だよ、平日の夜0時24分だよどういうことなんですかね。みんな平日の夜に戦ってんのか。休みの日はじゃあみんな何してるんだ。休みっていうか、普通の休日って。いて、よいしょよいしょ、起きろ、起き上がれ、 GG 頑張れ、はいはいしっかりしてくれ。そうか、普通にパンチキックすればいいのか。よし、攻めるぞ。攻められないぞ。はい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 、よいしょ。リーの出る幕がないが、俺はワンを、見捨てるつもりもないしね。おい、よいしょよいしょ、1、2、3。あー、ポンケンが入らない、遅すぎる。どうしようかな。はい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 、あ、そうだ、これがあるんだ。これがね、非常に、嫌がらせに使えるというね、鬼のような技。よーし、じゃあリー頑張ろうか。はい、1、2、はい、あ、時間がないじゃん。 HP が足りなすぎた。
あれだな、組み立てが全然ダメですね。Get ready for the next battle. いやすごいですよ、今日は19分なのにもう6戦ぐらいしてるからね。ワンの負けが増える一方であるが、76戦、あとだから76戦だから24戦か。次回ちなみにまたキャラ変えますんで。アホだよな、本当に。対戦にはちょっとやめてください。はい、じゃあ行きます。3か。じゃあ下段から、よいしょ。はい。なんか、痛い。なんかやっぱ遅い気がするかな。呼んでもね。よいしょ。もう一回。はい。あ、間違えました。こうか。はい、よいしょ。もう一回。あー、違うか。あ、5に登るっていいっすね。はい、しょ。よいしょ。あー。よいしょ。何がいいかな。もうキングはね、いい加減、もう戦ってるような人なんで、まあ変に起き上がるとね、あの、なんだっけ、シャイニングウィザード飛んでくるんで。よいしょ。はい、よいしょ。やっぱこうやってわざと隙を作る、まあ半ばやっちゃった感はあったけどね。あー、すごい、これはすごい。攻めてこない、俺のもうミス待ちですね。ミス待ちってことはさ、もし俺が攻めなかったらどうなるんだろうね。え、こうやってやってくるじゃん。ってことは俺が攻めないとさ、相手殴ってこないのかな。ということはだよ、俺がさ投げればいいんだよ。うん、待つ人はね、絶対あの、うまくない限りは、投げにはね、対応できないはずだから。よし、じゃあそろそろ変えようか。よいしょ。はい、はい、はい、はい。で、こうするでしょ？こうするでしょ？あ、やっちゃった。そう。あの、もう絶対ね、少しずつ分かってくるんだけど、分かってくる頃には遅すぎるのかな。はい、はい。で、もう一回で、じゃこれ絶対反応できないでしょ。で、こうする。よいしょ。少しずつだな、本当に。よいしょ。俺の方が早いんじゃないのか。ちょっとリー変われる？よし、変われた。よかった。よかったが、こうなる。もうリーに交代できないな。よいしょ。おい、はい。間に合わない。危ない。ここでリーに変わっていく。よいしょ。おい、うわー。惜しかったね。あれですか。カズヤがまだ誰だかわからないっていう。あれですかね、もしね、ツイッターとか見てる方で鉄拳タグ2も見てる方が いましたら、やりますってやった方がいいんですかね。まあ、急だけどね、多分あと5分後にやりますみたいな。それはさ無理かな。ちょっと気の毒だよね。よくないよね。どうしようかな。いやー、無敵がないっていいね。もうあれの後はドリアーだからね。ごめんね、ごめんね、本当にドリアー大好きだからね、本当に。そういや、鉄拳レボリューションのリーってどうなんですかね。よいしょ、1、2、3、強いんですかね。あの無敵技はすげえ強いと思うんだよ、多分。よいしょ。ああ、惜しかったね。なんだろう、俺がやる、もうちょっと交代するか。よいしょ。ほいほい。はい、あのこれね、これの、右足バージョンらしいんだけど、無敵技っていうのがあのオリジナル技だからさ、この鉄拳タッグ2にはないんですけど、あれがね、すごい出が早くてね、強そうなんだよね。まあ、使えないんですけどね。
もしあの鉄拳セブンとかで、鉄拳セブンで新技やだな。でもあれだとなんだかわかんないもんな。よいしょ。おかしいな、回線が2なのに全然重くないんだけど、どういうことなんですかね。おいおい、よいしょ。なんだろう、回線が悪いことが悪ではないんですかね。となるとあの鬼のような重い時っていうのはなんかやっぱ意図的なものがあるんですかね。ちょっと喋ってた攻めらんないって申し訳ないんだけどさ、どうしても引いちゃうのがちょっといたたまれない。よいしょ。まだ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 引くにはまだ早い。まだまだいけるはもういけない。あの確実に。よいしょ、はい、よいしょ、はい、踏んでいけない、はい、よいしょ、はい、はい、よいしょ、1、2、3、えい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 しょ、えいや、えいしょら、えいや、えいしょら、あいいですね、このなんだろう、このね、わかるでしょ俺が言いたいこと。この争い。ね、どんな争いかね、見れば、ね、一目瞭然という感じの。よいしょ。まさかさ、みんなあのチェンジの仕方知らないとかじゃないよね。みんな知らないはずないんだけどな。よいしょ、よいしょ。うん、ねえ、みんな俺より若いでしょきっと。ってことはそれぐらい知ってるはずなんだけど、みんな何今の技かっこいいんだけど。あ、死んじゃった。ちょっと急にね、回線が悪くなっちゃったんで、まあ、一応もう30分超えちゃったんで、今日はこれを最後にしようと思うんですが、今日はあのやっぱり人がいっぱいね、戦えて止められるか、よかったですね。ただ1日にしてならずって感じですよね。まだまだ全然使ってない技とかあるんですよ、役に立ちそうで。お、地形の人だ、地形ん、手が冷たい。どこかから冷気を感じるんだが、ちょっとやめてくれ、やめてくれ、俺にも殴らせてくれ。はい、よいしょ。しょうがない、ちょっとリーさん何とかしてくれ。よいしょ、よいしょ。結局リー頼みだもんな。俺そういうとこあるからな。よいしょ、イーゴー、イーゴー。あ、ちなみにあの音楽どうでしたかね。今これあの聞こえてんのかな。まあ、鉄拳本来の曲なんですけど、まあ、一応ね、考えはあるんですよ。よいしょ、ほい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 、よいしょ。まあ、ここの曲だったらこれがいい、あの曲だったらこのステージがいいかな、なんていう、まあそういうのはあるんですけど。よいしょ。やっぱポールみたいなね、ポールが使うみたいなね、ポンケンうまく使えないな。ダメだな、やっぱさすがチキンの人、ガッチガチに攻めてくる。でも俺そういう人大好き。やっぱね、愛を感じるよね。愛というか、うん、なんというか、もうとにかくさ、もう攻めたくて攻めたくて仕方がないんですよ、相手の人も。もうそういうのがね、もう好きで好きでたまらないんだよね。よいしょ、はい、よいしょ、はい、おお、で交代してる。あー、負けたな。おお、いいですね、いいゴー。回転蹴りから、あー、速い。ラース、それ速いな。
やめてくんねえかなそれ。新しい鉄拳だったらさ、禁止にしてくんねえかな。交代できねえしな。リー交代しよっか。それとも何かさ、これさ、交代するとなんかデメリットが出てくるのかな。はい、スライディング。ちょ、いや、よいしょ、うわー、えい、おい、1、2、3、よいしょ、まだまだ終わる、落ちた、できる、できるよ、うわー、できなかった。すごい縦回転で飛んでいってる。ラッキーボックス。いや面白かったね。ちなみにラースのあのドレアはどうやって、あ、いいです、回避しなくて、どうやって対応していこうかな、攻めるに対して。あ、回避技、例えばまあアスカとかアンナだったら回避技があるからそれで止めていけるけどね、たかだかね、パンチ系さばきのローとかリーだとどうにもならないんだよね。まあそういう時のドラグノフさんとかね、いるんだけど。相性いいってね、よく聞くんだけど、ちょっと使ってみた感じね、そうでもない気がするんだよね。てか俺が下手だから、ね。あるコマンドが出せなくて、ドラグノフとリーをね、活かせないっていうのがあるんだよね。ちなみに次回使うのはですね、これ、レイウーロンっていう、この隣にいる人なんですけど、これがまたね、恐ろしい人ですね。ちなみに、79戦してます。だからあと21戦、まあレイ使ってもお釣りは出るでしょう。うん、せっかくさワンでさちょっといい感じかなと思ったからワンずっと使えよとかね、ローちゃんと使えよっていう感じなんだけど、もっとごめんなさい、本当にね浮気症でしょうがないんですよ本当に。わね、だからね、リーとさ他のキャラね全然違うと思うんですよ多分ね、動きとかぎこちなさとかがね。だからローとリーは、まあローとリー使ってもね勝てないんだけどさ、まあ、いやーごめん喋りすぎた、いいや、終わりです。ご視聴ありがとうございました。